重要なんです。例えばこの手を私がこっちに動かしたなと思ったらこっちに動かす、でくっついてる、これを、ね、使ってフレームリングをします。で先ほどお話ししましたが、お座り姿勢どうやるかというと、この手を小夏の頭の上の方に持って